藤原和弘ちゃんねるはいおはようございます目覚ましてるんです、えー、今日はあの前田さんをお迎えしてるんですが背後がですねちょっとそのねあのー、オレンジというか、はいえー、黄色を見かかったね背景をわざわざなんかやってんでしょこれねそうですね厚手の紙をはい、はい、僕も実はこのドアがですねこの部屋はちょっと遊んでましてこの えー、カレーの色ですね、えー、のドアなんですちょっと揃っている感じがありますねで、えー、前田さんはですね「えー、学ぶ」っていう字とそれから三のの「三重のの広し」っていう字を書いて、はい、あのこれで普通はもう、えー、学広みたいなね「ねえー、まなひろ」かっていう感じなんだけどなぜか「道広っても絶対これ分、はい、かんないよねそうですねあの学校時代はの <laughs>、うん、学校くんって呼ばれてました お読みしたら学校です。<laughs> 学校くんね。はい、そうだわ。お読みで。ええー、それは面白い。でもとにかく小学校を通じて中学校高校もの、はい、あの普通にやってた先生方読めなかったでしょ。もう全然ですね。まあいまだにその素対面の方で読んでいただいた方はゼロですね。<laughs> ゼロ。道広さんでございます。はい、高知県の南国市でこの南国市って、はい、あの皆さんあんまり知らないと思うんですが、はい、あの高知あの坂本龍馬、龍馬こ 空港ですよねはいで龍馬空港からあの高知市の方に向かいますと、えー、南国市がもうすぐ隣にあるんだよね。そうですはい、ね、えというわけで空港からあの一番近い市でもあります。でそこであのもともとはあの僕の世の中からのもう追っかけっていうことをそうなん主張していらっしゃいまして、はい。間違いなく追っかけです。はい えー、和田中にはあの僕の後の白田君が校長の時10回以上それから、はい、一条高校にももうあの高知からですよ奈良に8回以上ですね、はい、あの来てもらってで、えーまあ、あの他の講演会でもおそらく僕の講演をあの最もあの聞いた人は松井の母さんか、えー、前田さんかみたいな。 そうですすね多分25回ぐらいいいは聞いてると思いますもうマスターですね。ですから、あのホワイトボードのあれを書けば、はい、もう全部できるっていうような感じですね。はい、で、えー、実際にですね、何をやってるかというと、あの市議会議員、南部区の市議会議員ですよね。で,ね、はいでえー、その前はですね、なんと IBM の超優秀 SE でやったというですね。 まあ、<laughs> 優秀じゃないから、やめることになった。い,いや、何年、何年いたんだっけ。あの九年いたんです。あ、はい。まあ、それはだから、その、まあ、システムとかネットワークってことが分かってると。で、それで、あの、南国市は故郷になりますか。あ、そうなんです。はい。はい。で、戻られて、まあ、議員になってですね。はい、えー。そこから、まあ、あの、僕のことは世の中を知って。 世の、えー、中の追っかけだけでなくですね地元でまあ地域本部を僕が作ったらもう地元でこの南国市で地域本部を作りその本部長になるそれからそれが地域学校共同本部になればその本部長になるそれからもちろん PTA 会長もやるということであのもうとにかくその地域社会での機能という新しいあの地域社会の在り方みたいなもう全部総ううなめしてですね で市議会議員の議長もやったんですが、今は、今は何、議員であり今はですね、ちょっと怪しいんですけど、最大会派の会長を6年ぐらい。最大会派のドンという二階さんみたいですね。二階さんか、麻生さんか、安倍さんかみたいじゃないですかえその一応、議員のあのどれぐらいを占めてるんですか半分おります。すすごいいいいややととうこだだかからら全然僕頼りなんでけど でもその経験を生かしながらですね、えー、今年ですかあの資格を取ったんですよね。はい。あの社会,社,社会教育士っていう資格を取りまして、ちょっとあの社会教育主事をもうちょっとバージョンアップした形でございます。はい、えっとまあ例えばあの文科省おにもあの社会教育 教育系と学校教育系いるわけですけどもそれはあの県にも、えー、もちろん都道府県にも市区町村にもですね、はい、教育委員会っていうのは分かれてまして学校教育と社会教育社会教育っていうのは生涯学習と言われて、はいて文科省では生涯学習教育局みたいな形になってるわけですけどもそういう流れの中で社会教育主事とそれから指導主事っていうのはこの学校系なんですよね。 でこの社会教育主事の方があ,の、まあ、あそが子どもだけじゃなくて、ねはい、その大人も全部含めた学びということに関わるということなんですがあの一生懸命その文科省がこれを広めようとしているらしいんですけど実際にはど,どれぐらいの負担で取れるんですか国立大学で受講しますので、えー、0円なんです。お まあ、あのお金かかんないですからその、こ、えー、今年の場合、えー、と8月に高知の場合、受講だったんですけれど、6月に申し込みがありまして、それで高知県と高知大学で、まあ、簡単な審査、まあ、簡単ったあれですけど、審査があって、それで受講できたということです、はい、それで、えーと、どれぐらいの期間あの、なんか通うんですか、やっぱり。 そうですね、高知大学、まあ、コロナ禍だったんですけど今回全て対面でできまして<う>すごくラッキーだったんですけど、うんえっと、8月の34ほぼ4週間ぐらい4週間朝の8時から夕方の6時までみっちり本当に勉強するんですねはい、はいえー、あのえっとちょっと一言で言うと何を勉強することになるんですかこれえっとですね、その社会教育 っていうのは、主にその地域づくりとか、人づくり、うん、絆づくりをメインにしてもらうという人材を育てていきたいという文科省の思いがあるそうです。ですから、そのいわゆるその学校現場だけじゃなくて、今先生おっしゃっているように、広く地域に、地域でのその社会教育を広げていこうという人材をこれから増やしていきたいという思いも。 今回にあるらしいですなるほどでまあ,あのそういうものを取られたあの意図としてはもうますますねその地域社会でコミュニティ作づくりをするっていうことのまあ、ほぼもうプロになっていこうぐらいのね、はい、あの志があの前田さんにあるわけなんだけどえっと <laughs> 文科省とのねあの絡みもあるようだしよ,よく呼ばれてねあの、はい、前田さんがレクチャーするみたいなこともあるようなんですけど今はあの そういう意味では、えー、議員の活動以外でな何やってんの例えばですね、地域学校共同本部が新たに2016年にできるわけなんですけど、うんうん、その前年の9月に文科省の,その予算説明で、私が全国の部下長会議で、 地域学校共同本部とは何たるかというお話を例えばさせてもらったりとかですねあそうなんだ <laughs>、はい、だから和田中発祥地域本部が学校支援地域本部っていう名前でえ当初50億円の予算が取られてですね、えー、そして、えー、それが広まってきましたでそれがあ,のある時期に地域学校共同本部って改まるんですけど、はい、その全ての歴史を前野さん知っているのでその解説をやるってことですねそ,うですねその地域学校 こう共同とはどういう形なのかとかあとその上野の国社圏、えー、国立社会教育実践研究センターですか<ー>長いんですけど、はい、そこでまあ公民館の,その職員に対して専門コースのお話をしたりとかちょっと生意気なことまでさせてもらっております。なるるほど、まあ、あの要する 本当に実際、PTA 会長も含めて地域本部の本部長をが、あの地域学校共同本部の本部長みたいなね、もうあの全部その現場をちゃんとって、はい、その組織を作ってきた前田さんじゃなきゃ分からないような、あのそういう話をあの全国にこう広めてくれてるっていうことなんですすよねありがとうございます、はい、あの学校を核にしたあの地域再生の伝道師みたいなね、はい、あのそういうあの位置づけじゃないかと思うんですけども。 そういう理解で正しいですか、はい。あと、まあ、あの、けあの、他県から呼んでいただいたりとかですね。あの、まあ、そう、熱心にやられてる市町村に呼んでいただいたりとか。はい、駆けつけております。はい。で、え、その、あの、前田さんなんですが、条例だけの学校の、あの、前田さんのですね。えー、この道広っていう、あの、のに、えー、っと、はい、非常にキャッチーなですね。アイコンがあるわけです。<laughs> で、これ、はい、結構怖い。 あの顔なんですね。はい、カッパの横顔なんですよ。はい、これなんじゃと。まあ、今これご覧になって、はい、あ、なんかカッパに似てるなっていうふうに思う人いるかもしれませんが、あれ、本人の写真じゃありませんで、はい、でええー、まあ、実は皆さん、あのオタクの方が全員憧れている、あの開業堂に関わる、あのお話なんです。で、高知っていうと、あの坂本龍馬。まず思い浮かびますよね。で、高知、坂本龍馬、ここまではいいんですが。はい 他どうですか、えー、皆さんカツオのたたきまで思い浮かべばあの50点ぐらい差し上げてもいいかなで馬地村のゆずみたいなのが出てくるんですね,<ー>ね、えー、75点ぐらい上げてもいいかなみたいなんですがこっからなんですよあの四万十川で一体誰が生まれ誰が育ちですね、えー、どこまで世界的に成功したかって知ってる人って結構いなくてですねこれが海洋道ですね海。はい 太平洋の洋の銅、オタク文化を昇華させてですね、今ではそのフィギュアっていうものをです、ね、もう世界の潮流にして、えー、大英博物館の,あのミイラとかですね、はい、そういうそのお土産物も実は海洋銅が作ったりしているというですね、すっごいまあ会社に、えー、なってるわけですけども、2009年には興福寺がありましたアシュラ店で、はい、アシュラのね、像も。 はい、ミニチュアのフィギュアもあの解説動画作りました。えー、創業者の古里がシマントガだということで、これはあのー、創業者のまあ、えー、宮脇さんの今の会長会長ですよね。あえっと幹長という館長ってなっていいですね。いいすねはい。はい。でえっと。 あそこはややこしいんだけどあの息子さんは本当は社長実,実質社長なんですけどずっと専務って言ってるんだよねそうですねカタカナ専務ですねそうそうカタカナ専務専務と呼ば,呼ばせてて社長って呼ばれたくないとか言って僕もあの中華一緒に食べたことあるんですで、はい、海洋堂があの門真森口の森口の辺にあ,あるんで、えー、実はあの大阪府のおお橋本さんの特別顧問の時にあの 教教育育職業教育でちょっとと協力して欲していとやっぱ海洋道がこう乗り出してくると子どもたちも喜ぶので、はい、職場体験とか、えー、それからそのあれはどういうふうに作るのかっていうのをこう、ね、あの見せるっていうことをやってほしいっていうことをあ、はい、あの社長を呼び出してあの宮,宮脇さんの息子さんの方ですね中華食べながらお願いした時に、はい、実はあの藤原さんすごくそのタイミングがいいと。 実はそういう社会貢献もねあのそろそろしなきゃいけないかなって考えてたところなんですっていうことで意気投合しましてあの森口の,そのある、えー、校長をその場で紹介したら、はい、すぐにそれがあの、まあ、職業体験だったかな成立したんですけども僕はそういう、まあ、縁があるんだけどもあのお,お父さんと会ったことがないですわでこれあの前田さんはあのど,どういう縁でこれあの引っ張ってきてそれで えっと南国市に今何があるんでしたっけえっとですね実はその藤原先生僕追っかけ始めた本当に同じ都市にですね宮脇館長現在93歳なんですけどはい,はい、はい、同時に二人の師匠を同じ都市に得まして <laughs> こちらも追っかけダブル追っかけてで,ですね追っかけたさ要するに、はい あの出身だっっててことは知ってたいやは知たい、それで高知でイベントがあ,のあ,<っ>あることがありましてそれでですね、うん、カッパつながり<っ>そ,の時にその館長さんがカッパのそのカッパ館を作りたいという思いがあったんです、うん、まあ今できてるんですけど実は、うん、それで私とカッパで共鳴しましてつながっちゃって、はい、それでうちの実は小学校にはあの海洋動作のカッパ2体あります <laughs> <laughs> 全国の,あの歴史民俗資料館に出張したりとかですね、もちろん要望があって行あはい、はい、そのかっぱが。はい、それで、来年の春は、また別の県立歴史民俗資料館で展示も決まっております。そういうがあります要するにあの何、はい、息子か娘が通ってた小学校ですよね。そうです,そうです え自分もそこ小学校出身なの。いや実はそうなんです。あそれは強いわ。なるほどででもねその要するに宮脇宮崎さんからしたらあのその小学校出身じゃないと思うしね南国市出身じゃないですよね。はい。じゃあ何の関係もないんだけど要するに追っかけられちゃってでどっかでこうよっしゃって感じになるわけですね。そうですねえっと僕のあのカッパへの思いが伝わったということです。 それでなんか、えっと、海洋堂のな、はい、何かの施設が今,今や南国市にあるんでしたっけあそうなんです、あの今年の3月にオープンしたんですけど、その南国市に3階建てのすっごい施設ができまして、海洋堂スペースファクトリー南国っていうんですけど、スペースファクトリー南国って、スター・ウォーズの要塞のような施設です。すごい施設ができまして <ん>でその1階がその海洋さ産のソフビが製造する場所でございまして、そこで製造するのそうです、ソフビを製造です。へー、はい、ソフビってのはソフ,トソフトビニールあそうですね、はい、はい。今あの、ウルトラマンとかですね、ウルトラ怪獣なんかも実際、そこで作られております。はい こ,れこの会社あのはいまあ、結局そのフィギュアっていうのがものすごい当たる前はあの結局模型の会社ですよね。そそうですそうでですすプラモデルの会社なんですよね。はい、模型をそれをジ,ジオラマにおいてすごいかっこよくあの見せるっていうのが、まあ、全国の,そのプラモオタクの聖地になっていて、はい、でそこからあの僕が聞いてる限りあはケンシロー・ラオー・レイ。あそう 漫画ののキャラのね、はい、それのフィギュアからあのこれはっていうようなことになっておクがもうみんなそれを買いたいっていうことで集まるようになっちゃって、はい、で今ではまあエヴァンゲリオンがそういですよね,すね、はい、まさしくねっ、はい、かガ,ガチャにもなんかミニが入ってたりするんだっけ、ね、あれそうですねあとあのチョコエッグとかですね、うん、それをちょチョコエッグあのブームを発信させたのが海洋堂ですね もっと言えばあの今世界的アーティストにあの成長されましたあの村上隆さんこれはもう本当にあの海洋堂が育てたと言ってもいいんじゃないかっていうぐらい <laughs> 海洋堂はあのきっと言うんじゃないかと思うんですけども、はい、村上さん自身がどういうか知りませんか <laughs> あと岡,岡田さんかなあのオタク評論家のねでまあ要するにフィギュアをこうアート化して今や村上さんっていうのはもうあのルイ・ブトンから でえー、ウブロの時計のデザインまでやるもう世界的なアーティストになってますけどももともと要するにフィギュアをも,うなんかもっと拡大してアートにしちゃって、はい、それをたくさん作って美術館にも入れちゃったっていうすごい力強いアーティストですよね。で,ね、はいはい、でこれとの,まああのこの村上さんとの縁も非常に強い世界,世界的なポップアーティストですよね。はい えと,いうことであのもう本当一大文化オタク一大文化の拠点でそれがもう昇華した、はい、ビジネスを展開して世界中にね今知られている海洋堂といえばなんだけどもそうなんですあの、えー、よくだけどね、はい、あのそこまで持ってきましたよその南国市にそういうファクトリーが、はい、あのできるってそのまあそれはもちろんあの、えっと、市側が納得してですよね、まあ、あとまあ私はまあ 途中までは実際は関わりましたけどそれはまあ市が決定したことですので、はい、いやいやいやでもこうねお,おびき寄せておびき寄せてかっでかっぱで,っぱで,ですすごいねだからなんかその南国市って例えばあのおそらく全国の皆さんこれ YouTube 見てる人も基本知らないと思うんですよ、はい で高知の空港龍馬空港に降りたことある人でもう高知市の方に向かっちゃうと思うのでそ,それがその南国市を通過していくわけだけど <laughs> 知らないですよね、はい、遠慮なく言うと。それをその、まあ、ある意味全国に知らしめるのに一つの,あの企業の一つのサービスを本当に誘致するっていうだけで。 それが可能になりまたその手前にもうあの自分がお世話になった小学校に何としてでもっていうそのカッパの、はいえー、フィギュアですか一、はい、メートルですよあじゃあ大きいんだねこれすごいのね等身大らしいですカッパの等身大おかしいカッパの等身大見たいです<ん>見たい見たい見たいあの四万十川にもうなんか置いてあったりするんだっけああります カッパがたくさんで確かだシマントガはもう本当に美しい川だと思うんだけども、はい、あの知らない人は知らないわけなんだけどそのああのカッパのフィギュアっていうかその頭身大のが結置いてあるの <laughs> はいあとはですね木彫りで作ったカッパもたくさんありまして何千体とああそれがですね大雨の時にシマントガに流れて下流のあのシマあの別の市のゴルフ場に上がったとかいう 伝説伝説じゃないんですけど本当のことが起こって、えー、カッパが泳いでいったというええーはい、なるほどでそ,、はい、それはでた例えばそういうことになるとあれあのぜ全国で例えば自分はカッパをこう掘りましたとかカッパの像を作りましたみたいなのが是非四万十川に置きたいみたいな感じでこう、はい、寄ってきたりもするのかな いやえっと実はですねその9今93歳の館長さんがこれまでにあの3回カッパ造形大賞というのをやりましてそれでお前たち、はい、お前たちカッパ造形遅れとでもただで遅れと<っ>わでもわしの建物に飾ってあげるから遅れということで今何千体のカッパが集まってるんです世界やっぱりっぱに。よって、はい、あの 町が復興しちゃってるみたいなな感じでですす。よね。そうんだからその館長のおっしゃるにはそれぞれに河童があるだろうということらしいですね。それぞれ地域に。それぞれ地域に、またそれぞれの川にそれぞれの地区にそれぞれの沼に湖に。だからその河童を作っておくれ。例えば青森であればそんなに十和田湖には十和田湖の河童がいるだろうと。いたはずだと。 のそれがまあこうかもしれないしこうかもしれないし3ーの巨人だったかもしれないだろうと想像を膨らませるわけですよね。いやいい話だわそれもしかしたら下手すと世界から集まってくるみたいなこともあんのかな。えっとですねコロナ前は東南アジアからも視察に来てたようですね。東南アアジにもカッパはいたんだろうか いやー面白いわ。ということでその社会教育士として今後もね、はい、あの前田さんはおそらくその本当にそのコミュニティというものをあのもっともっとこう再生していくと、まあ、学校を中心に学校各に再生していくと歌謡堂の力もねい、はい、ということですよね。あのなんか次の一手ってあるんですか次の一手いやそれはですね今あんまりは考えてないんですけどあそうすとりあえずこの社会教育士をですね、うん、まあその 高知県内だけではなくて、その全国に広めたいという野望を、野望を少しだけ持っております。わ<あ>、はい、かりました。なんかその文,科文部科学省のこう<し>エージェントみたいな感じだな。はいはい。わ <laughs> かりました。では最後にあの、はい、皆さんにお題を出していただきたいと思います。お願いします。はい、今日は実物を持ってきてるんですけど、実は私、<お>来年還暦を迎えることに。来年 で還暦の自分へのプレゼント用にお,お何が出てくるかおおっシンゴジラシンゴジラだわはいしっぽの長いやつだわかー赤いシンゴジラそうなんです <laughs> すごいこれ1メー,ー5 0ぐらいあるのかな 1, 1メー,ターちょっとはありますね。はいはいはい、はい、はい。それでその皆さんが60歳還暦を迎えるときに何が欲しいのか、うん、すごいシンプル、面白い。はい、ありがとうございます。すごい面白い。え、なんかそのそのシンゴジラはあのーはい、自分で買ったんだってそうです。5万円。えー <laughs> 会長がプレゼントしたんじゃなくてね。はい、いただけません。なるほど。でも赤く塗ってくれたっていう噂ですね、はい。赤く塗って、まあ、それもちょっと、あの、お代払ってるんです。<laughs> わかりました。<laughs> はい、でも、これって要するに、特注だから、はい、世界に一人しかいないゴジラですか。そうです。まあ、あの、きっとで、当時売られてましたので、今は売り切れてますけど。はいはい。まあ、きっと販売を買って、組み立てて、まあ、で、ですから、これ自体は世界の一つですね。 そうだよねね、はい、赤いいやつはは還暦になった時何が欲しいですかと欲しいものは何ですかとすっごいわかりやすいと思うんです。でこれを見た例えば二十歳の子もですね40年先ですよ。<laughs> 想像してもらったらいいと思うんですよ40年先だとねもしかしたら、はい、まあ前澤さんが100億円出して行って帰ってきましたけど宇宙旅行なんてもしかしたらねはい 2三3 0万の世界かもしれないしもしかしたら月に行っても2三百3 0 0万かもしれませんね<ー>それが欲しいみたいな話あるかもしれませんね、はい、そういうあのものじゃなくてことでもいいですか はい、もちろんです。ねはい、でも、ものだとまた非常にはっきりしてますね。はいえー、皆さんが還暦で何をもらいたいか。別に赤じゃなくてもいいですね。はい、あもちろんですが。<laughs> はい、黄金の方でもいいですしね。はいえー、じゃあ,あの、ぜひですね、ちょっと想像力を膨らませてもらいたいと思います。はい、これも情報編集力くすぐりますよね。最後、そしたらお願いしますね。はい、これね。いいですか皆さんに。はい、はい。君ならできる